で布。よし、オッケー。ごめんざい。先ぶりの皆さん、こんにちは。けいすけさん、こんばんは。こんばんは。ごゆっくりどうぞ。みずきさん、おはぐじ。ラプターさん、おはぐじ。こんばんざい、来たぜ。イエーイ。だから定型文に、見て見て、ちゃんと。ちゃんと見て。いつもと違うのよ。見て見て。見て見て見て。いつもと違うの、実は。なんか定型文にって言われたけど、見て見て、いつもと違うのよ、ルームのあれ。みんなごゆっくりどうぞ。シェコシェトさん、お疲れや、お疲れや。いい、ごゆっくりどうぞ。へこみさん、初訪問。マリオさん、2回目の訪問ありがとうございます。神宮寺です、よろしくお願いいたします。ごゆっくりどうぞ。うおいさん、なちくんだ、100回目の訪問だって、ありがとう。これからよろしくお願いいたします。急に急に、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。土砂降りの雨だぜ、イエーイ。雨だぜ。そうか、雨なんだ。向こう側は雨なのね。ファンのレベルが5に上がりました。おでめとう、おでめとう。足に水ぶくれができて、できた。そしてそれをつしてしまった。うわー、痛い痛い。それはそれは痛いです。山井さん、こんばんざい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。え、待って、最後の何、ちくわ。ちくわじゃないか、なんだろう。セミタさん、おいおい、こんばんざい。ごゆっくりどうぞ。でもまた100回も運転しまった、どうしよう。なんだよ。どうしようとか言わないだよ。どうしようとか言わないだよ。悲しいな。ブレイクしてしまった。痛い。大丈夫？大丈夫？ラプターさん、大丈夫？痛いな、それは。やんないなっちゃうよね。やんになっちゃうよね。おい、ともきし、おい、おい、こまんざい。ごゆっくりどうぞ。あん、愛知て言う、愛知て言う、言う。ラシガミもこまって、ありがとう。ありがとう。あ、本日もお疲れ様。いや、こちらこそ。いやだって。いや、いや、ありがとうございます。明日のワンピオン楽いるの？いないかも。ごめん、いないかも、いないかも。今いないかもというか、いないです。ごめん。え、その代わりといってはなんなんだけどさ、練習もさ、音楽あるの知ってる？みんな、その時ワンピースでもいい？その時ワンピースでもいい？夏のそれにしようかなって思っているんだが、それじゃダメかな。ムラリンさん、初訪問ありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。何時何分何秒まで配信するんですか？あ、何秒はちょっと何とも言えないんですが、1時間ほどを予定しております。はい。だからな、何時何分って言われると、時間帯がわからないので何とも言えないのですが、1時間ほどを予定しております。あ、やっとしい髪型使った、後でゲームしていいか、待ってる。待ってるね。バターちくわは。ええ、なんだって、だってさ、なんだった、あれ、あれは何。あ、バターじゃない、何この絵文字、絵文字じゃない、わわ。何あれは、あれは何だったの、分かんない。分かんなかった。かわいい
さあ、かわいい。結婚しよう。じゃあまた。じゃあまた。じゃあまた。ごゆっくりどうぞ。いや、いや。姉ちゃんがその音楽、その音楽、ワンピでよければ全然待つ。え、だから、ワンピにしようかなって思っている。あの、どのワンピースにするか決めてないんだけどさ。と言っても、うちにあるワンピースは限られてるんですけど。なんですけど、なんですけど、そう、そう、なんか、28日の音楽どうしようかなって考えた時に、あの、なんだっけ、コスプレじゃないけど、なんかその、あの、なんだっけ、あれ、秋にあるやつ、ハロウィンだ。ハロウィンのさ、あの、コスプレみたいなやつがあったりするから、それにしようかなって思ったけど、明日の音楽出れないならワンピースでもいいかなって思っている自分がおります。てかてか、あのツイート見られるなんて思ってなかったんですが、ん、何のことかな。水着のワンピースですね。水着のワンピースは着ません。ワンピース手にバッティング書きません、書きません。53分なのか、そういうことか、そういうことか。53分か、あの1時間ほど予定しております。朝的な今日あーちゃうらしいよ。うん、知ってるらしいよ。知ってる知ってるらしいよ。実は知ってたらしいよ。私だ、やほ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 。ごゆっくりどうぞ。てけさん、おしえこんばんざい。わいわい、ごゆっくりどうぞ。やさん、やばいし、さっきの横浜の動画見てるんですが、おしが疲れ以上に。え、ちなみにさ、ラプターさんのおしってどなたなんですか。誰。私とナッチが好き。私とナッチが好き、実は。バターです。あ、バターか、よかった。よかった。あ、そうだ、間違えた、間違えた、これは。確かに、トゥイ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 さん、確かに横浜の人だった。やばい、ごめんなさい、興奮しております。知ってる。知ってる、実は知ってた。いくら夏が苦手だからってハロウィンは気が早いでしょ。だからどうしようかなって思っている。それはそうだ、予約したもの、うん、さっき見たもの、ありがとう、待っとるね。パズルメンバーそれぞれ見えたもの、見えるものが違うので言われたものを追加しておきます。時間も入る。そうなのか、ちくわ入っちゃった、やってもうた。トゥイさんとトッツ、あ、そうなんや。トゥイトゥイ、トッツさん確かにおもろいよな。ちなみに大丈夫、自分と結婚してくれる。あ、そうなんだ、ウェイウェイ。ちなみにしおりさんもタナッチさんおち、あ、私もタナッチ欲しい、タナッチ好きです、タナッチさん。え、それで言うと、あの、ユーフェスとか行ったことあるよ、行ったことあるよ。関係者席で入って、多分この距離、あの携帯からこのぐらいの距離で、あの畑のみんな見たよ。ドヤドヤ、ラプターさんにドヤドヤ。推しですか。いや、そこは私って言ってよ。推し二人を突き落として、何、なんでそんな怒られなかあかんの。なんでそんなに、なんでそんなに怒られなきゃいけないの。あとで DM でリンク送ります。ありがとう。まあ、ちなみに、あの動画サイト開けば私も登録してるから、登録してるから見れるけどね。あと、いいえ、あ、送ってみてください。ロヒップ、ローヒップピップさんかな、2回目の訪問ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。明日必要なものある？
必要なもの？え？好きな好きな好きなもの持ってきていいよ。じゃあワンチャンリアさん合ってる説。合ってる説？あ、そうなんだね。合ってる気がする多分どっかで。合ってそう。ラプターさんはワンチャンどっかで合ってそうな気がする私も。え、ユーフェス行っては行ってな行って花伝に会いたい。あの花伝さんも見た。いつのユーフェスか覚えてないけど、幕張メッセ、幕張じゃない、どこだっけ、どっかどっかのやつで行ったんよね。でも千葉だったから多分幕張だった気がする。行った、行きました、行ったし、あとね YouTube ファンフェスも行ったことある。ファンフェス、ファンフェスも行ったことあって、はじめさん見たよね。はじめさんを見て、あの浴衣着たはじめさんだったけど、はじめさんをなんだっけ、どこだっけ、スタンド、スタンドっていうの、ここここら辺ここら辺の最前列で見た。めっちゃ近かった。やさ負けたのでおたけ。そこまでしないで、ね、いやだめ、いたことあるよ、なぜなぜ、ね、中国のまりいた、いたことあるよ。いやわかんないっす。わかんないっす、なんでなんでなまったかはわかんないです。確かに一応ね、そう一応ね、推しブドウ見てたんだけどクソ面白いわあれ。いいよ別に怒ってはない。でただなんでなんでって私に聞かれても困っちゃう。私に言われても困っちゃう。動画大名前と動画大名前とテイさんマジで笑う。いいな、早く見たい。早く見たい。靴のついてる紐期待してたのに。だって履いてくるでしょ。履いてくるでしょ。履いてこないつもりですか、お主は。履いてこないおつもりですか。テイさんもしかしてもうお会いしたことある。ワンちゃん。ワンちゃん、何その服かわいい、かわいい T シャツだよ。ここ開いてるの、こうやって暑かったからこうやってやっただけだけど、かわいい。でここってどこのルームですか。神宮寺リアイのルームです。ルームです。焦るリアじゃか。別に焦ってないもん、別に焦ってないもん。権利方トランスフォームしやがった。ウィーガシャ、ね、ウィーガシャじゃない。ウィーガシャじゃない。推しが武道館知ってる。推しが武道館なんだろう、わかんないかも。何そのエチエチな肩の部分、エチエチなんじゃないの別に。これ肩じゃないからね、普通に腕の真ん中だから。これそれをただ単にこれをこうやって上げただけ。熱かったの。入ってこないおつもりなわけなかろでしょ。だから私は言わなかったの。だから私は言わなかったのよ、そういうこと。やばいね、今もっとニオラさんと言ってくるって。言った、あのサプルと同じ。やば、いいじゃん、よかったやん。破っていいってことですね。そういうことじゃない。そうなんだ、興味ないやん。はい、大興奮。大興奮やったね。長野めっちゃ雨降ってきたんだが、マジ？なんか関東圏はさ、なんかずっとあれだよね、晴れだよね、予報は。関東圏はすごい、あの嫌だなって思っている。嫌だなって思っている。だってさ、もう梅雨終わったんじゃね。梅雨終わったんじゃねと思ってきてるから、やだな。ちょっと雨も嫌いだけど、雨も嫌いだけど、やだなと思っている。雨でもさ、雨降ることによってさ、ちょっと涼しくなるからよくない。よくない、わかんないけど。浜崎さん、おはぐじ、神宮寺、お、やっと言う神宮寺って言ってくれた。やったね。
やったね、ありがとう。二の腕見せつけ T シャツ物販で販売してほしい。いや別に見せつけてるわけじゃないんよ。この部屋が暑すぎるんよ、わかる？でもなんかさ強くなってきた、どんどん。ブンパワーとか言ってね、パワーとか言ってね、やってみた。靴ひもほどかれるために言ってるようなもん。わしわいわしわい。やれやれやれ、めちゃくちゃ名前言ってくれるじゃん。めちゃめちゃ言うじゃん。けいさんこんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。こちらもう少しで、あ、そうなの、いいな、暑いなこの部屋。嫌になっちゃう。あ、石川は紐ほどかれ。ほど、確かにね。それで言うと結んでも結んでも多分あれだよ、ピッてやっちゃうよ。ピッてピッてやっちゃう。それな、夕方めちゃめちゃでしてうざかった。そうだよね、わかるわかる、とってもわかる。雨降ると湿気でジメジメする。あ、そう確かに、それも嫌、それも嫌だけどさ、やっぱ秋とか春ぐらい、春は嫌だな、秋ぐらいのさあれがいいよね、ちょうどちょうどいいよね、夜、秋の夜ぐらいがちょうどいい。赤田と二度で食べつく。美味しいです、ごめんなさい。大切はしなくていいけど、あの一旦黙った方がいいかもしれない。楽しみ、楽しみね、確かに休み取らないとね。これ以上言うとネタバレになるから言わんけど、畑メンバー意外と横浜とつながってる、やばいって。そうなんだ。え、でもそれで言うと、と卒業したトマンいるじゃないですか。トマンいるじゃないですか。トマンは私が高校の時通ってた塾の大学生のアシスタントみたいのがいるんですけど、その人と高校が一緒だった、トマンは。だし、なんだっけ、同じ部活っていうか同じサークルにいた確かっていうのはある。だからめちゃくちゃ近いところにトマンおった。トマンおった、実は。何肩パンしてんの、それは嫌。それは嫌、もう結ばんで足の匂いがするわ。そう、やだやだ、それはそれで嫌。あと話変わりますが、今日のトイストーリー4を見て大号泣。マジ？トイストーリー見たことないんだよね、実は。実は見たことないよね。おトラウマ回って寝る勇気ない。あ、そうなんだ。トイストーリー見たことないんだよな。そもそも見たことない。マジ、推しが家の近くに。ねえ、もうすごいさ、バレちゃいますよラプターさん。家が、秋の夜寝やすい、確かにいいよね、秋の睡眠じゃない秋の夜の睡眠いいですよね。もうしやばいって。めっちゃ興奮してるじゃん。さあ、でも耐えられなかった。そうなんや、もう全然知らない、お話全然わかんないんだよね、そもそもが。あの人形がさ、動くっていうことしかわからない。世間って狭いね。そうですね、確かに思う。思う、めっちゃ思う。トイストーリー3、スイート4は長いと動ける。あ、そうなんだ。トイストーリー見てほしい、飛び出してもいいレベル。あ、そうなんだ、バレてもいいっす。よくないのよ、よくないのよ。で、チュッチュッチュッ。関、このアバターお気に入り、確かにずっとこのアバターにしてる気がする。ワニさん召喚したい。それは
マリさんにリップしてあげて。マリさんにリップしてあげて。ごく。なんて呼ぶんだろう。初ホームさん、わかんないけど。こんばんざい、チングズです。ごゆっくりどうぞ。でようやく安らかに寝れる。なんでそんなさんの安らかにとか言うの。なんで安らかにとか言うの。あ、普通に寝てもらって。ねえ、ピカピカじゃない。ボールさん、ピカピカじゃないんよ、別に。ピカってないのよ。あ、やばい。こちらバス大興奮。草とか言っちゃいけないけど、ちっちゃい頃ビッて今バズも思ってたけど、出かけてる間にも動いてるって思ってた。大丈夫、動かないから安心して。なんだバターかは秘密なんだけど。え、書いてない名前。なんて書いてるか分かんないけど名前書いてあるよ。ここら辺に、ここら辺に名前が書いてある。最近平気でチュッてするね。気のせいか。気のせいだと思う。気のせいだよ。うん、気のせい。気のせいです。気のせい。トゥイさん、めっちゃこっちの配信も見ながら動画も見とるのね。ようやくリアの膝枕で寝れる。え、勝手に使わないでもらっていいですか。勝手に私の膝使わないでもらっていいですか。ちょっとアライグマ萌え萌えキュン。私も思ったけど、それは思ったけど思ったけどね、思ったけど、あの触れないで置きました。私ベンチカが行きたいな。ねえ、本当に思う。私も行きたい。皆さん中華街行ってください。中華街行ってくださいっておかしいけど、なんかね、中華街で写真を撮れる場所があるのよ。あの、なんだっけ、お名前忘れちゃったんですけどお名前忘れちゃったんですけど、あのチャイナ服とかそういう伝統のさ、あのあれ、洋服が置いてあるところがあるんですけど、すごいね、見に行って写真撮りたいって思っている。ずっと思っておるけど行けてないところなの。行きたーい。せやで、まさに聖徳太子。聖徳太子、確かに聖徳太子や。どっちさで。めっちゃ実況してくれてリエブを投げられた。エール投げないで、痛いからやめて。え、使ったらあかんの。なんで。え、別使ってもいいけど勝手に使うのやめてほしいな。ケケさん、こんにちは。こんにちは。ごゆっくりどうぞ。今日紹介した店今度行こう。レジの時期もそうやってね。やった。そしたら遊びに連れてってください。レー、そんなに叫ばなくても、レーレーレーって、そんなに叫ばなくても、シュクさん、そんなに叫ばなくても大丈夫よ。見えてるから。15時の音楽の時間帯にスイパラ行ってきますって。行きたい、私も。私も行きたい、スイパラ。苦手なんですけどね、甘いものそんなに。食べ過ぎたらさ、やばくなるっていうか、チンってなる人なんですけど、チンってなるけど行きたい、スイパラに。私もハゲキングさん、ごゆっくりどうぞ。おはぐうじ、ごゆっくりどうぞ。メンチカコラボ料理たしなみに行ってくる。いってらっしゃい。見てらっしゃい。いいな。感想教えて。もういもういもうい。そんなにもういって言わなくても大丈夫よ。でさっきとさ、お言葉使いがお言葉の使い方が違うと思われますが、どういかがでしょう。いや、お返しだから投げるんだよ。投げるからだよ。
リアを返してって言わないの。だったら投げない。今後は黙って使おうね。それなら OK。 黙って勝手に、黙って勝手に使ったらどうなるか分かんないけど大丈夫そう。俺も甘いの苦手。苦手なんかい。でもね、分かる気がする。分かる気がする。私もだってスイパラ、皆さんスイパラ行ったことあります？スイーツパラダイス。スイパラ行ってさ、ケーキが食べれなくて、食べれないっていうか、たくさん食べれないから、いつもパスタとカレーとサラダとうどんを食べて終わっている。一回行くじゃん。一回スイーツ取りに行って食べて帰ってきて、もう無理って、一皿で無理ってなって、カレーとかパスタとかを食べに行くっていう。ただ食事に行くだけなんだよね。何のこと？あ、じゃあさっきの人と違う人なのかな。あれ、名前も一緒だった気するけどな。動画見終わった、いや最高やった。マジか、いいな、見たいな、早く見よう、後で。よわからんが今日も可愛いな。可愛いな。あとね、めーめーめー、めっちゃ羊おる。よ、4匹ぐらいおるわ、羊。やばい。これはお気に入り、追加と高評価とコメントしよう。コメントしよう。スイパラ以前はよく行きました。確かにスイパラあったよね、横浜らへんに。どこだっけ、あそこ、みなとみらいのさ、じゃあ桜木町のさ、隣にあるビルの中にスイパラあったのになくなっちゃったんだよね。分かった、投げないよ。だから投げてんのよ、ほのかさん投げてんのよ。それはほのかさん投げてるのよ。スイパラダイナマイト、スイパラダイナマイトはできない。さりげなくリエさんの宣伝を。ありがとう。ありがとう。スイーツ腹パンまで食べて翌日後悔したい。後悔したい？したいの逆に？やめた方がいいと思います。やめた方がいいと思う。そうですよ、だって拘束するも、もはや犯罪。7つの滞在か。デスピットファイティング、あざし、ありがとう。さっきとは、なんか違う人だったら大丈夫です。食べ放題が重いや、まあ、浮気してないバリに信用できない。確かにそれは思う。それは思う。で、1位にこれ知ってるから責任取って結婚はしないかな。あ、もう浮気してるって、誰かを呼んだけどね、もうわかるのよ、その絵文字で。マリさん、おいおい、今日も入れるとお疲れ様。もういや、もう湿気、いや本当に湿気やばいよね、大変だよね。春色の汽車に乗って海へ釣る。赤いストーピーじゃねえわ。赤いスイートピー歌わないでもらっていいですか。春色の汽車に乗ってって歌わないでもらっていいですか。松田聖子さん、誕生登場させないでもらっていいですか。歴代でひどいわ。あ、そうなんや。ちなみにここもやばい。私の部屋湿気がすごすぎてやばいでござんすよ。スイーツ腹パンまで食べて胸焼けしてあったかいよ。ってね。いいよね。いいよね。イングルージ生誕はスタミナ太郎貸し切りでお願いします。そんなお金ないよ。そんなお金ないよ。あなたなんて言わない方がいい。もう言ってるのよ、それは言ってるのよ。もう言ってるのよ。赤いスターシップトゥルーバー全然わかんないから、拾えないから、私拾えないから、拾えないし返せないから。今日の前髪分けてる感じ、そこだから今からお腹開けて、あ、私は開けれない。
私は開けれないのよ。あのしばらくはねこの前髪で過ごすと思います。とりあえずねこの辺ぐらいまでね伸ばすの。とりあえずこんぐらいあればとりあえず再構築できるはずだから、前髪が。だからこんぐらいまでは頑張って伸ばそうと思っているが、ちょっとどうしようかねって感じ。どうしようかねって感じ。どうしようかねって感じ。だから多分この数ヶ月ぐらいはあのうざい前髪で頑張ります。うざい前髪で頑張ります。ピアちゃんのことコメントしといてありがとう。 Thank you。 透けがすごすぎてタンスの上がかすんでね。すごいよねここ、びっくりしてる私も。赤いスイートピー、そう赤いスイートピー。何かスイーツなんでお茶、緑茶が美味しいのか美味しいのか美味しいのか分かんないです。えちゃんの部屋の空気は美味しいと評判なので吸い込みたい。なんちょっとよく分かんないけど言ってることちょっとちょっとごめんだけどよく分かんないかもしれない。これである意味畑のハガネリアさんの厄介オタとか言わない。確かに痕跡残せたかもしれない。それでね、だって見てくれる人いたら嬉しいよねって思いますよ、思いますよ。ヘアさんぐちゃこんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。1時9分寝る、おやすみ。ありがとうね遅い時間に、おやすみなさい。えげつなく雨降ってきたが、マジマジンガー Z。 前人切った、前人って何前人って何。ヘアさん気をつけてね、雨わかんないけど今日も京都で好きです。はい、はいじゃ、はいやんそれ。しかも今日京都京都ありがとう。私一人愛されたかっただけ、こっち見て振り返って心から叫んでるのに。何の歌詞だろうそれ、わかんない。歌詞じゃないかもしれないけどわかんない。せやね、ほんまやね。スケも吸い込んでやるよ。あのお断りします。下辺の空気ビニール持ってきてもらって、うんうん、お断りします、お断りします。スーハースーハーしないで、やめて。いや目が覚めたのそれで、ね、知らんけど。前髪切ってない、切ってないですよ今。伸ばしてるの、あのね巻いてるちょっとだけ。あとこんぐらい、こんぐらい伸ばしたらなんとかなると思う。再構築したい前髪を、だから頑張って伸ばしている。だから多分ここ 1,2 ヶ月ぐらいは前髪がずっとこんな感じだと思う。前髪がこんな感じだと思う。だから今年の夏は前髪が長い人間です、おそらく。さつけさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。あいよあいよちわよ。最近ゴジルの増えたのもう年、そういう問題そういう問題なの。スーハーだと吸った湿気吐き出して、確かにそれはそうだそうだ。それはゴジル姿の歌詞です。おしこんばんざい、こんばんざい、ごゆっくりどうぞ。ほうそうなんや。今日の制服ツイートはめちゃめちゃ可愛かった、ありがとう。でもさ、なんかさ画質悪すぎて泣いた。やっぱりつり目の方がええなだなんて言わない方がええな、どっちやねんどっちやねん。でも自分的にはさ、あの丸い目になりたかった。ぴょん。キュルキュルのキュルキュルの目になりたかった。ピーン。湿気をマイナス4に変えて吐き出すわ。それはちょっと困っちゃう。困りはしないけど、困りはしないけど、吐き出すっていうのをやめてほしいな。すげすげさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。
妹のネイルチップ整えるのめんどい助けて助けてって言われてもな、助けてって言われてもな、頑張れ妹のためだ、頑張れ。でも適当にやると怒られちゃうね、多分ね多分ね、怒られちゃうよね多分だけど大丈夫、すぐ終わるさ。ネイルチップか、でもネイルチップとかやらないんだよね。でもあれだよ、あの石川はネイルっていうかあれする、あのシールだけどネイルシール貼るからね、普段と違う指の神宮寺が見れるよ。りちゃんおはよう、おはよう、よしさんおはよう、電話送っときました、ありがとうございます。あ、じゃあれです、ガスベースやった、こっちやめてよ、私のこと伝えるの忘れた、6月4日のお下げ音楽チェキ届いたわよ、ありがとうだわよ。それぐらいの班であっても問題ないぐらい可愛かった、本当に？でで丸目とか言うかねえ、よかったです、よかったです、おいしそうだね、よかったです、けんちょこさん初訪問、ともさん2回目の訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。やちゃんやっほーこんばんざい、こんばんざい、ともさんこんばんざい、ごゆっくりどうぞ。マジ手紙するわ、あなんかネイル、ネイルといってもさ、あのプクプクしてるやつじゃないけど、プクプクしてるやつじゃないけど、ちゃんと指をやってから行こうって決めてるから見とってそういつもはさ、お仕事の関係上ネイルができないのよ実は、そうだからネイル、ネイルができないからネイルをします。ホシガエルの伝道師ね、やだやだ、ホシガエル、ホシガエルのことさ、そう今日母にさ、母にさ、あのホシガエルのあれを見てさ、リこれ食べるって言われてそれを触りながらね、その持ちながら、リこれ食べるって言われて、いらないです、気持ち悪いんでいらないですって言ったけど、でも匂い的にはさ、めっちゃ美味しそうな匂いしてた今日は神宮前交差点2回通過しましたお疲れ様でした、ありがとうございました。何に足チップ埋め込まれたんですが、どうしたらいいですか。嫌だったら抜いたらいいと思う。やだ、妖怪体操やめて。ぷくってジェルのこと、そう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 、ぷくってやつはあのできないんですけど、そうできないんですけど、指は塗るつもり、塗るっていうかシールを貼る予定。あ、アンジュボンの答え出した、出してない、まだ。それで言うとここで答え、あの後で出すけど、答えを言うと半ズボンです、答えそう、なんかさ、正解した人おってさ、意外と早めにさ正解正解を出した人がおってさ、あーやっぱ簡単なのかなって思ってしまった半ズボンです、アンズボンが言えなくて半ズボンになっちゃったらしい、よっ介護体操それはちょっと困っちゃう、リンの星ガエルいらない、やだ、アジマの答えは正解や、そうそうそう、だからシュープさんもあのリップ見て半ズボンって来たから、ウィーってなった会話聞いとったみたいな会話聞いとったって、うん、あーあのツイート、そうあのツイートです、ひねりのいらない正解、そう全然ひねりのいらない性格別にさ、あのあれだから、日本語がちゃんと綺麗に喋れないだけだから、そう私は聞き返したけどね、
なんて？ってもう一回言ってみって、もう一回言ってみって、もう一回言ってみって、でちゃんとあんずぼって言わせました言わせました、言わせましたって言ったらおかしいけど、言わせました。半ズボンかよ。そう、半ズボン、半ズボンって言ったの。アンズボン、半ズボン似てるよね、めちゃくちゃ。正解おめでとうございます。その正解じゃないのよ。ねよちねえ、ごめんって、ごめんって。早めの正解、バラエティ力分かってねえな、ツッコミ入れたかったのね入れたのね。入れてないけど意外と簡単だよなって思った。正解したからなんかもらえるの？ううん、もらえないけど、今あげようかアンズボン vs ハンズボン似てるよね頭痛が痛いはもう痛いのよ。あれかな、低気圧だからかな。大丈夫？あはははは、あはははって言ってるそんな感じ。水とか言えないからね、図が言えないんですよ、私のお母さん。水の図が言えなくて、みじゅってなっちゃうの。みじゅってなっちゃう。可愛くない？みじゅって。注射、みんなへのご褒美みたいになってる。それはごめん。156人の方、ごめん。ごめん。ブー。明日現場で直で欲しかったな、それ。じゃあもう一回やってあげるよ、現場で。もう一回やってあげるよ。寝とるやん、よしさん。脳神 VS イブ。どっちかでもいいね。適衆です。ヤンキー取ったね。え、別にヤンキー取ったわけじゃない、外がうるさかっただけだから。おり遊ぼうぜ、言ってないですよ。ヤンキーソウルじゃないの。小さな走ってない。え、俺もみじゅって言おう、かわいい。みじゅ、あれだよ、やめた方がいいよ、滑舌悪くなるから。滑舌悪くなるからやめた方がいいですよ。ポグジャさん、ほぐじ、やっほー、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。やったぴん、やば、こうやってるだけでさ、ブンブンってなっちゃうよね。でもあれ風だよ、さっきの。あの人滑舌悪いです。私も滑舌は悪い、言っとくけど、カミカミだからね、基本的に基本的にカミカミだからね、神宮寺は。猫サダムネさんって読むのかな。初訪問ありがとうございます。神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。ついててハンドレール作れるや、確かそうだよ。ブン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 、若い頃バイク乗ってました。あ、そうなんや。バイク乗ったことないよね。あ、違う、あるわ、バイクある。あのタイに行った時に乗ったことある。あの二人乗りでちゃんとあのヘルメットかぶって二人用のあのバイクで乗ったことある。 BKB ひーえバイク、川崎バイク、ひーえ。おみじゅうに向かって美味しくなれってささやくわ。お水に向かって美味しくなれ、美味しくなれ俺がですそんなことないんじゃない、わかんないけど、私は大丈夫だけどね。てか最近たくさん写真あげてくれるやん。そうだよ、よきよきはははって、はははって笑われて
なのこにスカート左にひり返し配信したくなるあるあるあるよ、ハートに火がついたようにってなっちゃうときあるよ、そういうとこ好きねやっちゃうから振りだと思ってやっちゃうからダメだね。タイに行ったことあるの？ありますよ、お母さんタイ人だからね、ちっちゃい頃何回も行ってますよ、小6から行ってないけど小6から行ってないけど、小6の前は小6とあと幼稚園の時とか、あとその他に3、4回行ってるです、行ってるです行ってるです、行ってる、行ってるです。なるほど、タイのヤンキー、タイのヤンキーじゃない、別にヤンキーじゃないんですよ。買い物行く時に車乗る時もあるんだけど、バイクで行くことも多いから、市場とかね、そう、タイは基本的にお店に行くこともあるんですが、市場に行くことが多いですね。なので市場に行く時も、行く時は人数多かったら車で行くんだけど、人数少なかったらバイクの方が早いんですよ車で行くより。だからバイク乗って、2人乗りでね、バイク乗って行ったりとかする。まさかぐーちゃんの口からバイク川崎バイクが出てくるとか、あれ知ってますもん、だって BKB ヒーエってことでしょ、知ってるよ、バンコクデンジャラス別に分かんない、デンジャラスかもしれない、分からんけど、中野にある猫、黒猫魔法メイドカフェのご主人様してます。あ、そうなんや、メイドカフェ行ったことないから行ってみたいんだよね、一回行ってみたい、お帰りなさいませお嬢様って言われてみたい。よきよき花丸、やった、オッケー、あー胸がパンパン、サワサワしてほしいぜ、まったくどういうことサワサワしてほしいぜ、サワサワしてもらおうだってあーかわいい、そろそろ結婚するのか、しないです、ごめんだけどしない、ごめんね、ママが胎児なんだ、そう、ママ胎児、私のママ胎児なんです。山帽子さん、初訪問ありがとうございます、神宮寺です、ごゆっくりどうぞ。暑そうなイメージ、めちゃくちゃ暑いです、めっちゃ暑い、本当に暑すぎて、てか家がね、タイにある家がなんかまあまあ広めなの、多分ここに住んでる家よりも広めで、あの部屋がなんか何個だろう、1、2、3、4、5、6、なんかでっかいリビングみたいのが2個あって、部屋が4つぐらいあってみたいな感じなんですけど、その前、その家の前にもなんか庭みたいな、駐車場みたいな、でっかい駐車場みたいなのがあって、そこでね、あの休んだりとかできるんですよ。そう、できるんだけど、なんかね、そこで休んだりするんですけど、暑すぎてずっとグデーってしてる、めっちゃ顔映ってないね、グデーってしててしてるぐらい暑い、もう何もしてないのに暑いの。タイの10時とかめちゃくちゃ暑いよ、8時ぐらいからも暑いけど、10時から2時3時ぐらいまではずっと暑い、ずっとグデーってしてる。そうするとたまにさ、あの訪問販売のアイス屋さんが通ったりとかするので、呼び止めてアイスくださいって言って食べたりとかしてた。結婚おめでとうございます、ありがとうございます、してません、しません。そうそう、するときは命捨てるとき、命は捨てないで。そのバイクは15の時盗んだバイク、盗んでない、盗んだバイクで走り出してないから全然。久々2回目の訪問ありがとうございます、ごゆっくりどうぞ。もう9年になります、あ、そうなんや、へえ。すいません、ご安心をご安心をって言ってる。 N 川
後ろさん初訪問ありがとうございます。神宮寺です。ごゆっくりどうぞ。そんなら日に日に近づいてますやめてください、そういうこと言わないで。もし会えたらお帰りなさい、お目覚まって言いますねそしたら私が逆に言うパターンじゃない、お帰りなさい、あー噛んじゃった、お帰りなさいませご主人様って言う方じゃない。家族多そうだね。確かにあの兄弟とかは多いかもしれない、あのタイのね、タイの兄弟とかは多いかも。日本はそんでもない、日本はそうでもないなんで外国人になっちゃうんだろう。いつも保存してるけど夜パパになったらどうしてくれるの、うん、ごめんって、それはごめんだよ、お帰りなさいませそれはあのやだそれは嫌、欲しがるのねえ。だからさ、なんでさ欲しがるなの、嫌なんです、欲しがるは嫌なのやめてほしい、嫌だ。最近グーちゃん魅力がどんどん増してるから、もっともっとみんなに知ってもらいたいね。確かにそれはある、それはあるけど、もっとね私が頑張んなきゃいけないね頑張んなきゃいけないねって思ってます。そうしてくれたらすごい嬉しいけど、ジェットストリームホルアタック、あのジェットストリームホルアタックしないでいいです、やめてください私のなんか大谷純2回目の訪問さん、ありがとう、ごゆっくりどうぞ。欲しがえるは普通にパワーワードにパワーワード認定ってパワーワードって言わないでよ、別にしゃあないやん。てかね、よくよく見たらね、ここじゃなかった、棒が刺さってるところ、ここだった、目と目の間に棒刺さってたうーんってなった、気持ち悪すぎて。ガンマン会好き、あ私も好き、家でたまに食べるけど。ちなみに顔っていうのがご飯って意味です。マンっていうのが蒸す、ガイが鳥って意味だから、蒸し鳥のご飯って意味なんですよ、日本語に訳すと。そのまんまなんだけどさ、意外と簡単なんですよタイ語って。星ガイルアバターお願いします。作りません、星トップガムやめてください。他のりーちゃん、りーちゃん以外の歌舞伎しかないやろ、ごめんって。それはより大きくするっていう手はより大きくするっていう手はいかがでしょう。星になってもみま、なんかなんでそんな悲しいこと言うの、嫌なんだけど。ガイアオルテガマッシュ、ガイアオルテガマッシュって何ガイアオルテガマッシュって何、マッシュ髪型のこと。 Google フォトに保存しましょう、あり、 Google フォトありよ、めちゃくちゃあり。そう、マリさん今何時、親父神宮寺イエー、ガイアオルテガパトラッシュ、え犬え犬、パトラッシュって犬、僕はもう疲れたんだってやつ、あのさ天使がさ迎えに来るやつ天使がこうやって迎えに来るやつ。まだ10分ある、あまだ10分あるんだね、何時かわからんのやけどさ、そう42分あと10分だね。天使が飛びてくるやつ、飛んでくるやつ、神宮寺神宮寺って言ってください。消せば寝気で埋め尽くされる、ね、なんでさ、なんでそんな顔するの、なんでそんな顔するの、うん、嘘こいた嘘はこかないでもろて。ガイア丸半楽、あの分かったな、そこまで言ったら分かったな、あのうん、どうやって突っ込もうか、うん、どうやって突っ込もうか、それはどうやって突っ込んだらいいパチるなって言ったらいいパチるなって言ったらいい。ガイアオルテガフランク
グロリ、グリロ、なわかんない、わかんないな。そろそろごきつタイム、うん、そう、ごきつタイムするね。そろそろごゆっくり寝るね。おやすみ、おやすみ、ありがとうございます。またね、おやすみ、ごゆっくりどうぞ。ほやり、ほやいりあリアイヤホーってことね。キュユヤホー間違えた。ほほやキユああいヤホーゆきはん、ごゆっくりどうぞ。僕のフォルダーはコバさんが多めになってる。あ、そうなんや、バレてたか。いや本当に前はスロ戦です。でもスロ戦でもパッチ戦でもどっちでもいいけどさ、あのやめてやめて、あの私は勝つ以外、あの勝つ以外認めないんで、勝つかあのプラマイゼロにしてくれないと許さないんで。ニューヨーク、ニューヨーク、それニューヨークですか、ニューヨークですか。黄色いコットエーション2回目の方もありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。おはよう、おはようやっと思った。ワニさんに言ってんのかな。おいおい、ギャングオブニューヨーク、ニューヨーク。時間まであと3分、あと3分なのね。もう少し、もうすぐで終わらせるね。いや本当に、いや本当に、何本当にって。いやそれの、それはプロの子、プロじゃないのよ私、行ったことないしやったことないから。はい、プラスでしたが何か、それだったら許してあげるそれだったら許してあげる。あの毎回のようにね、あの負けてくる方はふーんってなるよふーんってなるよ。リングジプロン違います、やりません。配信始めてから7分ぐらいですかね。それは嘘、最近のパチ系だしグラビア好き、それは知らん、ごめんだけど、それはごめん、わからんわ。ということで、ベン告知するよ。ということで25日は強敵な明日、強敵な明日は渋谷ストリームホールでライブを行わせていただきます。そして26日はサウザントクラブでやります。詳細の方はツイッターを見ていただけると嬉しいです。そして7月の5日には原宿ルイドさんでライブを行わさせていただきます。このチケットはねちょっともう完売しちゃったんですけど、リセールキャンセル待ちであればご準備がねできる可能性があるので、ぜひリセールを待っていただけると嬉しいなという感じでございます。そして7月の12日はトヨスピットでライブを行わさせていただきます。こちらのチケットはねまだ全然あるので、皆さんぜひ遊びに来てください。そして予約特典がございます。予約特典、原宿のルイダさんはランダムチェキが1枚もらえます。そしてこのトヨスピットでは私服の動画が特典でつきます。私服の動画だよ、みんなレアじゃない、レアじゃない。そうなのでぜひね手に入れてくれると嬉しいなという感じでございます。しかもあなただけのですからね、みんなに向けてやってるわけじゃなくてあなただけの動画をお届けするので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いいたします。そんな感じ、ペン、そんな感じです。負けて勝つ負けて勝つか、でも負けは嫌これからも埋めるか、どうせペってやるんでしょ、ペって。でも埋めて、もうプラスで維持できる時代は厳しくなって、そうそうそう、そうなんだよね、そうなの、実はそうなんですよ。だから負けなければいいや、とりあえず声出し見てみ、じゃあ見てみる、見る機会があったら。ゆうちゃんさん初訪問ありがとうございます。ちんぐじです、噛んじゃった、ちんぐじです、よろしくお願いいたします。ごゆっくりどうぞ。シングルだけシンプルやごめんって、それは予約特典星半ズマにダメです、つまり普通の半ズマやめて
やめて、そんなんないから。私服、私服ってその服じゃないのよ。服ってその服じゃないのよ。ということで、そろそろ終わりにしようかね。実はそう、ちゃんと認識あるの。草草って言わないでよ。だってさ、そうじゃん、そういう仕組みじゃないとさ、お店も儲からないじゃない。だからしょうがないよね。買って 50% のお惣菜ゲットしてこいってことですね。そういうことそういうこと。私服、その私服でもないけどね。梅ぐり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 じゃないの、何にもしないの。ぐりぐり、お疲れ様でした。愛って言う、愛って言うゆということで終わりにしたいと思います。よかったらね、皆さんツイッターとルームのフォローをよろしくお願いいたします。とりあえず200人いけるようにね、7月の中旬までには、ぜひ200人にしたいので、皆さんお願い登録して、ピンクにしてほしいな。フォローしてほしいです。ぜひよろしくお願いいたします。そしてツイッターのフォローもしてください。お願いします。よろしくお願いいたします。という感じだから、初めましての方はね、ぜひこいつよくわかんないけど面白いかもって思ったら、ハートをね、もともとピンクの人はいいんですが、もともと灰色のねハートからピンクにしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてツイッターもプロフィールの方から飛べるようになってるので、ぜひツイッターもフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。するんだよ、ちゃんと。飛ばさないよ、飛ばさないよって。しべよろしくね。こちらこそよろしくね。ありがとう。前半寝てましたが、橋楽しかったです。よかったグロリ、おやすみなさい。グロリじゃないけど、グロリじゃないわ、グリロじゃないけど、おやすみなさい。お疲れ様です、お疲れ様です。ゆっくり休んでな、ありがとう。おやすみ。ででおつわにでした。吐き出さないでもらって、吸うだけだったらいいよでは明日的な今日お会いしましょう、お会いしましょう。待っとるね、バイバイ。おつんでした、おつんでした。お願いします、お願いします。ということで、以上、バンザジャパンの構成ユニット、足軽ジャパンの神奈川県伝道師のならです。噛みすぎなんだよね。以上、バンザジャパンの構成ユニット、足軽ジャパンの神奈川県伝道師のならジングジュリアイでした。またねー。バイバーイ。おやすみなさーい。